こっからグッていかなくなるんです。こっからグッていく。ネットの SNS はほぼキャバクラ状態。こんにちは、こんばんは。ドローンクサタビドロットギです。今回いっぱい買いました。いろいろすごい考えて、でとりあえず紹介していきます。これが冬の帽子、こんな感じで、なんかさ、これがだからこうやってこうなるんですよ。いいでしょ、これこんな感じです。これ冬今買ってどうすんねんっていう話。これね、いい感じです。ほんで何からいこう。手袋いきましょうか。なんかね、孝太郎さんの、孝太郎さんっていう登山 YouTuber さんで、これなんかオタフクオタフクって、なんかファッションチェックしてて、オタフクオタフクって安いしええよみたいな言うとったんで購入したんですけど、これちょっとちっちゃ、ちっちゃすぎてませんこれ。こんな感じでフリーサイズって書いてあるけど、まあまあちっちゃいな。なんかおかしいぞ。なんか小指の爪の中に何かが入る。ああ、ちょっと伸びんねや。伸縮性があって、ああなるほど、いいんちゃいますかねこれ。でこれです。これまたニトリルグローブ買ったんです。あ、水色やからちょっと恥ずかしいんですよ、暴風に、暴風防災防水で。いかがでしょう。もうこうやって、で、かぶって今こうやって、いかがでしょうこれ。よし、こんな感じです。手袋はで、尼ヶ崎城に行った時購入しました。手拭い、これいいでしょ、かっこいいでしょ。尼ヶ崎城、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じでいけるんちゃいますね。んで、あ、サングラスまた結局買ったんですよ、気づいてもうたから。あんまりぶら下げるの良くないっすよ、基本同じやつ買ったんです。健康サングラス、こんな感じです。こんな感じです。あ、クローブついてるわ。どっちでも行けますよ、楽しいですよって。でこれはまあ関係ないですけど、これつけましたよって。これでね、上にやったらね、電波結構ええらしいんですよ。そんな感じです。で他、これは遊びです。紐の留めるやつです。
地図読み勉強して、これで地図読み正編とか正編とかできるんです。これが地図読み必要なコンパスと冊子みたいな感じ。そんな感じです。自分で結べと。いうことでね、これでだから、なんかやっとくんです。バックパックとかなんかにやっとくんです。え、これ何言った？何これ？わからん。ティッシュペーパー。ティッシュペーパー入れ。ビエに持ってる。ビエ持ってはる人はいいと思います。あと、寒いところに花火図出る人はこれで。自分でちょっと工夫しやな、あかんわ。これだけや。ただ、今度やろう。バッテリー。で、これのいいところは、これ遭難してあれなんですよ。まだなんかやっぱ太陽光いいなぁ思って。これでもなんかここなんかおかしくなってる。何これ、これなんか線入ってんぞ。何やこれ、大丈夫かな。これ使った後ちゃうんかお前、大丈夫かな。で、線がね、線もあるんですよ。だから線を僕この前落としてしまって、こんな感じで使えると。で、こんな感じですね。 USB2 つに、で C ですわ。あ、ライトもついてない、これめっちゃええ。長押しでこれね。こんな感じです。で、これが1万5000やったと思うんですよ。1万5000ミリアンペアアワー、アンペアアワーでもええねんけど、 かけの H だけやから。これね、でも結局これ1万ミリアンペアアンペアのやつなんですよ。これがちょっとお店でけへんのかな。このままできますね。これが 159g になります。ただ電荷によって重さ変わってくるんでね、充電の容量によってちょっと何とも言えないんですけど、大体 159g で、これが190g プラス、まあ、30g になります。これね、一番安いやつ持ってたんですよ。で、よくよく見ると、ライトがあったんですね。あれ、でもこれ、あれがないや。こういう入れ物。あ、これか。あ、やばい。こんな感じで。で、重さが、ライトの紙が重さが、84g。で、ライトありですね。これか。こんな感じで。でもこれ、白がなかったかな。おう。これが 86g、 2g 大きくなります。こんな感じです。ライトも買い替えました。これちょっと重たいんで、これでですよ、 86g。 あれ、まんま軽かった。100何 g やったような気がする。で、こっちにしました。
これが50g になります。でもあれさっきのバッテリーよう考えたらあれですからね、あのケーブルも入ってますからね。あれこんな感じです。で長押しか、一番暗いのでええよ。もうこれやね、これでもずっといっとったらいい。あの光一番明るいやつやったらそこで切れるんで、なかなか難しいんですよ。でサーマレストは、これがね 250g で、 R 値がちょっと 下げてしまったんですけど、あのこれが、5.4 で 340g かな。でこっち側が、R 値が、2.3 で 250g になります。お前さんもガリアの R 値下げてええんかっていう話だけど、まあまあいろいろ考えがあって、これがめちゃくちゃ高いんですよ。これだけで、え、重いや、 284g。 どういうこと、 284g ですよ。レギュラーやんな。話と違う。何やねんそれ、 250g やってんで。どういうことこれ、困るんですけど、こういうことを。しかもこれ入れたら 60g、 今 350g。 あ、これや、これとこれくらい、これくらいですよね。これでまともな数値が測れるというもの、これで 271g、 大きくなっとるわ。250ちゃうやん、全体で 333。 こいつはこんな感じ。あ、でもこれで 353g だから、実際は、68g ぐらい減ったということですが、そんな感じです。あれなんですよ、これあれ、これはね、結局ね、まあ雪山やったんか知らんけど全然つかなかったんですよ。なのでこれのないやつを購入したんです。これをまず、これが 92g になります。で、この新しく買ったやつですね。これが、めちゃ上がるやん、これ。使えるのか、ほんで。これが 26g。すげえ。てか、これ使えるのか。なんかめっちゃちっちいねんけど。しかもこれちょっと危ないですわ。なんか、ちょっと、まあ、感じましたけど。あ、グッていかない。こっから、こっからグッていかない。こっからグッていく。こんな感じで。
パクリシュってなれ。これめっちゃええな。だいぶこれでも下がったり、重さ。こんな感じです。見えてる？さ。別に。こんな感じで使いますね。OK です。これは大きいな。23g やって。で、これが 90g やから、67g 減少です。これちょっと大きいんちゃう？これいらんもん。これ全然つけへんかって。難儀したんですよ。めっちゃ軽い。チタンのやつ。シュッてなれへんし。くさっ！くせ。これええわ。これちょっとキャッチーですけどね。なんか、登山してる最中にグッてやってもうたらなんかもうすぐ終わり。気付けてください。俺なんかめっちゃやりそうな気する。ちっちゃい、これええわ。めちゃくちゃええで。こんな感じです。あ、これがね、チェーンスパイクのなんか、りょうじさんかな。りょうじさんっていう YouTuber さんが言ってるの。これを、チェーンスパイクのゴムとかの部分あるじゃないですか。そこにかけといたら劣化を防ぐらしいんで、一応これ購入しました。そんな感じです。で、さあこれですね。これ枕、これだけでなんとエア枕ね、エア枕で、59g、すごくないですかこれ。これね、でもね、標高高かったらもしかしたら抜けるかもわかんないですよ。一回ね、抜けたことあるんで、ちょっとそこら辺まで様子見なんですけど、ね、エア枕これどうやってやらなあかんのかな。まあまたあれで、ちょっとこれ後回しにしよう。ナマスとこんな感じで結構大きいんですよ、思ったより。で、まあまあ弾力があるっていう。で、ただまあちょっと多少低いかなっていう感じもせんでもないですけど、まあこんな感じですよ。首のところがちょっと太くなってますね。こんな感じです。んで、これロングハイカーさんが言うてたんですけど、爪切り必須やるって。まあそんな僕猫いてるんで、最低でも3日ぐらいしか行けないんで、あれなんですよ。爪切りをがついてるビクトリノックス、なんかこんな感じで、これが、これ嫌いなのに、なんか。で、ハサミ。あれ、ナイフも入っとったような気がするんだけど。なんか、ナイフ。すげえ、こんな感じで一回転してこんな感じです。
これいいじゃん。これあの前のレインスカート今回青を買ったの。なんかあのスケスケであるめっちゃ茶色になって汚れてたの。これいらんのじゃん。これいるのかな。これちょっとね長いんで、これめっちゃ軽量なんですよ。ちょっと長いんですよね。長いんで、ちょっと巻いたらいいんですよ、これ。で、僕、これ、雨よけっていうか、僕ね、僕は寒がりやから、これで、風よけになるかな、思って。ほら、来てやったら、ある程度自分で調整できるんで、こんな感じで。こんな感じでいきますよ。こんな感じです。OK。なんとかミニ。何も入ってない。防水のチャックですね。これでももうちょっとでかかった。でかい方が良かったかもしれない。なんか思ったよりかちっちゃかった。でかい方が良かったかも。どうすかこれ。どうすかこれ。ちょっちょい。しかもかなりフィットするんだよ。しまったな。もうちょっと大きいやつ。よかった。こんな感じです。これいいですよ。もう一つなんか一回り大きいやつあります。あ、これですね。これ持ってるんですけど、これ僕持って行ってるんですよ。これめちゃくちゃ軽いんで。で、ただね、これね。すぐに噛むんですよ。ほら、ぐにゃぐにゃになってるでしょ。わからんかな。ちょっと動画やったらわかりづらいかも。これ306g なんですね。これでもあの106センチしか上がらないんですよ。なのでこれが135上がるんで、結構ええなとか思うんで、ほぼほぼ同じやけど。これが365g だから 60g ぐらいこっちの方が重いんですよ。ただこっちからすごい伸びるんで、ん？大丈夫か。細いな。これは大丈夫か。これもう曲がっとるかな。これ、まあ、ちょっと気づいとるかな。
誰か使っとったんじゃんか。これ緩いし、これきついな。こんな感じです。ただ二条山の時に結構ね、草が生えてて目だけのところで、もうちょっと身長欲しかったなっていうのは正直あったんですよ。こんな感じです。ここの部分がこんだけ差があるんです。難しいとこですね。どっちがいいかな。 あと三脚にこれも付いてました。こんな感じです。あとね、まあ夏用の帽子も買いました。なんか黒の方が逆にここ日焼け止めになって、なんか熱とか光を吸収してくれるかなと思って、黒で行こうかなと思ってます。あとタオルも買いました。タオルはね、経験上2枚以上必ず持ってった方がいいと思います。いろいろあったんで別に黒でかっこええから買ったんじゃなしに、これでさ、カメラ撮るときこうやってかぶせた方が見やすいかなと思って黒にしたんですよ。だから結構黒を今回買いました。こんな感じです。ドローン空撮旅人の時でした。グッド予備チャンネル登録よろしくお願いします。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア道具などの動画を上げていきますので、よければグッド予備チャンネル登録、予備人登録よろしくお願いいたします。